見てくれてありがとうございます。探検発見ホット犬のうっちーです。楽しい鳥見されていますか？今日は京都の林道でハヤブサを見た記録をご紹介します。バーダーの太田さんからハヤブサが見られるよというふうに教えていただきましてね、一人で行きましたね。京都の林道ですね。小さな小川を流れる横の林道です。太田さんから場所は告げないでほしいということで、すいませんが場所を言わずに記録を取りました。ホオジロがたくさんいましたね。このホオジロがどうですかね、声を出しているんですけど、声がほとんど聞こえないというか、口をパクパクしてるんですけどね、大きな時はありますけどね、だんだん声が小さくなってくる、そういう感じですね。こういう崖があるんですね。その崖にハヤブサが巣を作って子育てをしている、しかし太田さんの話ではもう子育て終わっていてですね、そういうことで姿を見れればいいなという感じですね。この林道メジロがたくさんいました。可愛らしいですね、メジロは。山柄もいましたね。山柄は群れでいたんですけどね、一羽だけ地面に降りてくれたんで撮影ができましたね。群れは葉っぱの中に入っていきましたんでね。そしてこの葉っぱの中にオオルリがいましたね。オオルリも住んでるんですよね。これ何タカかな、タカもいたんですよ。いきなりでしたんでね、空ですので真っ黒けでピントも合ってないんですけどね。ハチクマかサシバ、もうなんとか雰囲気的にハチクマのような感じがするんですけどね、これ補正してこれですね、真っ黒でね、タカには間違いない。ハヤブサがいましたね。ハヤブサはすぐ分かりますね。動き早いですね。このハヤブサがこの飛んでる姿だけでもね、どっかへ止まってくれたらいいんですけどね。あの木の上に止まりました。だいたい200メートルぐらい離れてますかね、目の下の黒い涙のような部分が見えますよね。ハヤブサですね。胸からお腹にかけてですね、黒い模様はですね、縦縞であれば若鳥幼鳥で、横で胸のところは白が目立てば
大人というふうに思ってるんですけどね、あまりに遠いんでね、でも縦縞に見えるんですよね。でオスとメスはその胸のあたりに黒い点々がたくさんあればメスとか言われるんですけどね、まあそこまでちょっと遠すぎて区別がわからないんですけどね。なんかね、次はねまた飛んでるんですけど、なんか何かぶら下げて飛んでるんですね。あれは食べるのかな。これもね、そして飛んでここに止まりましたね。これ先ほどより先ほどが200メートルぐらいとしましたね。これ150メートルぐらいですかね。100メートルから150メートルの間ぐらいじゃないかなと思うんですけどね。こう大人っぽいですね。あのお腹の縞が縦縞、水平に縞がついてる感じがするんですね。オスかメスかは私いつも見てないんでね、ちょっと分かりにくいですね。胸が点がたくさんあればということなんですけど、胸がこの角度からしかも距離的に見えないですね。まあ大人だというふうに思います。そんなふうに皆さんもね、一緒にね観察していければなと思います。ここにね大人っぽいのが止まったんですね。若鳥ひなはですね、なんか胸の辺りなんか大胆にですね黒い縦縞があるというか、汚れてるように縦縞があるんですね。こういう崖が好きなんでしょうね、ハヤブサは。だからこういう崖とハヤブサ撮りたかったんですよ。嬉しいですね、本当に嬉しい。今までも撮ってるんですよ、淀川の重曹でその伝統に泊まってるのとかね、稲川 塔に泊まってるやつとかですね、向こう側でその橋の下とかですね、そして泉大津のビルに泊まってるのとかですね。まあ私が住んでるのが街中ですので、こういう崖に自然の中で泊まってるハヤブサ嬉しいです。また私一つ階段を登るような気持ちで野鳥観察、思い出の宝が一つ増えた感じがしますね。こういう感じがですね、野鳥観察いいですね。思い出が増えていくという。そしてこれね、2羽がね上と下に止まったんですね。上の方が大人っぽくて下の方が子供っぽいんですね。仲がいいですね。こう分かりますか。上が大人っぽくて下が子供っぽい。もう子育て終わったというふうに聞きました。まだヒナは親にへばりついてるんでしょうかね。餌をもらってるんでしょうかね。まだなんか親の方もですね、子供を追い出すことなく子別れしてない、子供を親離れしてないという感じですかね。しばらく観察したいと思います。こちらが下の若鳥っぽいのですね。そして上のこちらが少し大人っぽい、まあ、親かもしれませんが、2羽がこうやって崖断崖絶壁に止まってるんですね。
いやー、いいですね。こういうのは見たかったんです。本当に思い出が一つ、いい思い出が増えましたね。宝物が増えましたね。なんか羽を広げてですね、いますね、上の方の。で、下の若鳥が登ってきましてね、それ2つはですね、飛んできましたね。まあしばらく経ってからですね、また2つだけ、まあ2羽だけじゃないんですね。おそらくいくつかいると思うんですが、これをなんかね、足にね、なんかぶら下げていましたね。そしてまたこちらに止まった個体がありました。同じものではないと思うんですけどね。こんな風にね、いろんな個体が戻ってくるんですね。おそらく、まあこれもね、私も初めて来たんでね、なんとも言えませんが、親のオスとメスと、そして成長したヒナが数羽、それが戻ってくるんだと思いますね。だから今まで見た個体とはまた別のものの可能性が大きいですね。まあここによく泊まりますね。一羽がここに泊まりました。いやー、崖、断崖絶壁、ハヤブサですね。そしてもう一羽がまたね、下の方に止まったんですね。まあ先ほどとよく似た光景なんですけどね、こちらはやはり下の方は幼鳥っぽいですよね。もう見るからに子供というような感じですね。口をパクパクしてるのは、餌をちょうだいか、お母さんどこ、餌をちょうだいというような、鳴き声なのかもしれませんね。遠くでね、声がなかなか聞こえないんですけどね、ちょっとうっすらと聞こえたんですけどね。で、上はこれです。でもね、上のハヤブサもね、ちょっと子供っぽいんですね、なんとなく。だから若鳥が2羽今度は止まったんじゃないかなというような感じもしますね。また下の方が上に上がってきます。いやー、もう素人ですんでね、えいつもいつも見ていませんのでね、親とヒナなのか、ヒナ同士なのか。そして今度はね、2羽がね、さっきは飛びましたけどね、今度2羽がね、一緒に止まったんですね。どちらもヒナに見えますよ。仲のいい若鳥2羽という感じがしませんか。また教えてください、皆さん、コメントで。いやいや、一歩は大人だよ、一歩はヒナだよと。まあよく見ると下の方が大きいんですね、ちょっと。で、上の方が小さい。でもね、下もね、胸がね、図鑑でしか私分かりません。どっちもですね、縦縞なんですね。大人は横縞で、若鳥は縦縞のような野鳥図鑑には
書いてありましたからね。そんな感じなんですね。何はともあれ仲のいいハヤブサたちを見ることができました。見てくれてありがとうございます。楽しかったです。これからもよろしくお願いします。